ルイ3世は、西フランク王国の国王。ルイ2世と最初のヒアンスガルドの長男。879年、フオ・レイ2世の死去を受け、弟カルロマン2世と共に王位についた。何人かの貴族は、ルイ3世を単独の王とすべきだと主張したが、結局ルイ3世とカルロマン2世が共に王に、選出された。 その正当性に疑問も投げかけられたものの二人の即位は承認され、彼らは880年3月にアミアンで父の医療を分割した。ルイ3世はネウストリアを相続した。しかし、プロバンス公母祖は二人に対する忠誠を拒否し、プロバンス王に選ばれた。880年の夏、ルイ3世とカルロマン2世は母僧に対して兵を動かし、 マコンとボソの領地の北部を奪った。さらに二人は8月から11月にかけて東フランクオーカール3世と共にビエンヌを包囲したが失敗した。881年、ルイ3世はソワンビムーでノルマン人を破った。ルイ3世は882年8月5日にサンドニにおいて狩猟中の事故が原因で死去した。彼には死死がなくカルロマン2世が 単独の王となった。ありがとうございます。